前回のマイクラを振り返ろう。邪悪な村人のアジトみたいなところに潜入、ちょっとしたお宝ゲットしちゃいました。村人も元気そうでよかった。そして自分の村に帰ろうとしたら、ここでまた迷子に。どうしようってさまよっていたら、まさかの新しい村を発見しました。一つ目の村とは違って村人がたくさん。少しお世話になってから無事自分の村に帰ることができ帰ることができたので、簡単な牧場を作りました。さーて今回は何をしようかな。で、見て見て、めっちゃね、牧場広くなったんだよね、あれから。で、今回何をしていくかなんですけど、今までなんかのほほんと村をね、まったり探したり、畑作ったり牧場作ったりしてたんですけど、あ、来た。そう、今回ちょっとね、これ弟です。あ、どうも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 。で、今回ね、弟に来てもらったんですけども、何をしていくかと言いますと、マインクラフトで、洞窟探検していきたいと思います。イエイ。で、今回洞窟探検ただするんじゃなくて、まあ、やっぱりね、いろんな実況者さんがやってるダイヤモンドをね、探しに行きたいと思います。本当にレアだから、ね、なかなか見つかんないと思うんですけど、ちゃんとね、もう持ち物とかにね、こうやって食べ物とか松明とか武器とかいろいろ揃えてるんで、まあしかもね、弟もいるんでね、弟はちゃんもマイクラ経験者だからなんとかなるでしょうね。ということで、早速やっていきましょう。家の近くの洞窟ないかね。あ、そう、ここのね、ところ動物たちの楽園って名前にしたの。こんな感じ、遠くから見るといい感じでしょう。で、畑も広くしたんだよね。そう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 、畑ね、めっちゃ広くしたんだよね。結構なんかコメントいった、コメントとかで畑の作り方とか教えていただいてね、ちょっと綺麗にしましたね。どこの洞窟行こう。あんまり家から離れてないところがいいな。なんか邪悪な村人の領地の近くに多分洞窟があると思うんだけど、そこら辺めっちゃ気になるんだよね。あ、で、ちょっと弟くん見たことあるかわかんないけど、私ね、ある獲物をね、捕らえてるんだよね、ここで。でしょ、あのね、ここね、村がね、襲撃されてたので、私なんか普通に自分でやってる時にこの村の様子を見に来たんだけど、来て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 、ここここここ、こいつ知ってる？これ絶対入っちゃダメだよ。こいつめっちゃ強いの。もう2発で死ぬ、本当に。で、こいつを私は捕らえた。このね、侵略者の仲間、邪悪な村人の仲間なんだよね。ということでね、ここら辺のね、洞窟探検したいなって思います。ねえねえ、ちょっと弟くん、これ知ってる？これ、ゴーレム。これあれじゃん、アイアンゴーレム。あ、これがアイアンゴーレムなの？あ、そうなの？え、これがね、囚われてたの。え、これ作ることできんの？作るの。あ、そうなんだ。で、この建物もね、邪悪な村人のね、建物なんだよね。え、で、ここら辺の洞窟探検しよう。なんかありそうじゃない？この下とか。どう思う？入ってみる？よし、行こう。あ、なるほど。はい。次。あ、ここなんもないわ。ここ微妙かな？あんま深くなさそうじゃない？多分ないよ。外だもん、ここも。村で寝よう、一旦。で、羊の毛を飼ってから、ベッド作って、行った行った行った、もうやってくれんな。お、ナイスナイスナイス。あ、あ、あ、こいつだよ。見た？今のが侵略者。強いんだよね、本当に。ちょっとここの村に住まわしてもらおう、本当に。あるよ。あ、それ、ベッドいっぱいあるよ。ここには1個しかないから、違うところ探して。よーし。これワンチャン朝起きたらね、侵略者がいる可能性あるからね。大丈夫だね。じゃ、このベッド持ってこう、じゃあ。うん。よし、集合。いや、まず絶対ここら辺の地下にね、侵略者のね、洞窟があるはずなんだよね。うん。え？いや、ありそうじゃない？なんか。なんか YouTube のね、あれね、見たことある気がするんだよね。なんか侵略者の家みたいな。地下とかに。まあ、いや、ちょっと地下探そう。ついていくわ。Thank you.
え、なんかありそう？深そうな予感がするよ。マジで言ってる？ほら、おー、ほんとだ。え、絶対見たい。マジで言ってる？あ、水とかもある。あ、バケツ持ってくんの忘れた。あ、そっか、行った。あ、そう、お腹空いてるわ。お肉めっちゃいいな。あ、深そう。え、これ水溜めていい？お、流れる流れる。え、深そう深そう。待って、ちょっと鉄取りたい。それ鉄不足だから本当に。お、本当だ。匂いがプンプンする。あ、結構広いねここ。当たりじゃない？結構この洞窟いいんじゃない？うん。どこから行く？来た道覚えてる？あ、オッケー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 。よし。こっちから行くかじゃあ。うん。レッドストーン。あ、本当に？早くない？レッドストーンってさ、鉄じゃなきゃダメだよ。金ある？おお。え、これはね、ダイヤ絶対見つけられるよ本当に。あ、こっちにもある。ダイヤありそう。マジで？ちょっとダイヤ。早くないそれはさすがに。でももうちょっとじゃない多分。もうちょっと掘り深く。いや、中1だから全然あると思うけど。マジで言ってる？でも鉄結構あるんだけど。鉄の？うん。金よりも鉄の防具の方が強いっていうし。どうしよう。ヒカキンさん。マジ？うん。鉄、鉄、え、で、このマグマ消した瞬間さ、ダイヤモンド出るとか絶対あると思うんだけど、私。ねえ、バケツ作ろう、バケツじゃあ。結構物資あんね、ここ。荒野行動かと。巨大鉄じゃない、バケツ。とりあえずこっから流してみていい？いくよ。あ、やばい、死ぬ。お、こっつい、熱い、熱い。あ、ばばば。ちょっと待って。なんか、スイーってなんないの？スイーって綺麗に。見つけました。イエーイ、素晴らしい。早いね。で、早速ちょっと取っていきたいと思います。ちょっと見てて、見守ってて。え、鉄で取れるよね。わー、ダイヤモンドだ。いや、ちょっと戻っていいよ。お、いい音するね。よし、ダイヤモンドが手に入った。金もある？え、すごいここ本当に。いい洞窟見つけた。え、素晴らしいね。え、でももうちょっとさ、ありそうじゃない？そしたら。え、探そう探そう。目標なんだろう。目標？何個だろう。とりあえずダイヤモンド欲しいと思ってたんだけど。ダイヤのピッケル2個欲しいよね。そうそうそう、ダイヤのね、ツルハシ欲しいよね。待って、エンダーマンいる。危ないよ、後ろ。あ、やった、エンダー。え、今手に入った？いや、持ち物欄にあるでしょ。あるでしょ。やった。あとで私のあそこに入れといて。あ、だからうん
あ、本当だ、レッドストーンある。ちょっと取っといて、私ちょっとあれ探しとくわ。いいな、ツリーは。なんで、いいとこ取りみたいな。深い。おお、ダイヤモンドの匂いはどうすか。しないね。しないんかい。あ、深い、本当だ。この下何？さっきの書いてみてほしい。なんかめっちゃ物資あるじゃん。邪魔やな、本当に。いっと。あ、マグマ。え、なんかここ広いよ、マジで。絶対。いた。え、どっちから行く？マグマの方から行こう。行こうか。流すよ。あっち繋がってるもんね。いいよ。行った。ね、本当に何回ラグの本当に。じゃ、来るよ、俺の方に。あ、待て待て、やつがいる。違う。ただのゾンビ。なんでやつ？あ、デッドスターだ。デッドスターだ。うん。トライデント超強いからね、本当に。あ、レッドストーンめっちゃあんじゃん。大事よ。うん。え、レッドストーンってさ、なんかさ、あれでしょ、自動ドアとか作ったりできるんでしょ。いや、難しそう。どっちから行く？こっちもあるけど、こっちから行くか。じゃあこれ溶岩だよ。溶岩消した後に暗くなった時のための松明。すごい欲な。行くよ。ないか。上にもあるけど、結構なんか繋がってるね。え、こっちだよ、こっち。あ、こっち来て。ここめっちゃ広いよ。めっちゃ。え、めっちゃ広い。あの、ラピスラズリがある。金ならあるんだよな。ないかな、ここには。ちょっとやばい。そうだ、溶岩消えたら暗いんだった。待って、こっちにはないね。ダイヤ欲しいな。この周りほ、あれ掘ってみるか。オッケー。あ、上なんか繋がってる、すごい。邪魔やな。どれでつけていいの？ほら、マグマあるよ、ここ。つけの2人で。え、待って、大丈夫？普通にやばい。ちょっと待って、救世主。ほい。よーし。流します。救います。流します。あ。こっちから行くか。どうよ。ダイヤじゃん。掘っていい？周りから。一個だね。行きまーす。はい。一個だな。なんか向こうに行かなかった？ねえ、ダイヤ。あれ？拾われた気がする。すごいね。意外と見つかるもんだね。嬉しみ。控えめに行って最高。え、これこのまま上上がってく？それともさ、え、一旦ちょっと戻る？それとも戻るか、それか行ってみるか。ちょっとなんかありそうだもん。はい、行き止まりでした。石炭しかありません。待って、本当に順調すぎて、なんか他の実況者さんに申し訳ないわ。ってか、どこ行った？いいよ、後ろ。ほんとだ。これ繋がったらどうするの？なんか繋がってるよ。あ、なるほどね。じゃあ右のタイマーで戻ろう。一回、うん、一旦戻ろうか。ぷかぷか。私ついててるよ。え、これ上になんかあるよね。
一瞬見よう、ここなんかありそう。ただ天に近いから、天に近いっていうか地上に近いかもから、ダイヤモンドはないかも。こっちは、あ、なんか行き止まりな気がする。でも鉄がめっちゃある。あ、金あるじゃん。2回行っちゃった。めっちゃある。あ、めっちゃある。あ、めっちゃある。え？え、めっちゃ金。匂う。え、場所分かったなら一旦ちょっとさ、ベッド置いとこう。え、レッドストーンもう2ストック溜まってるんだけど、やば。どこ行ったっけ、私。どっちが匂うっつったっけ。あ、こっち来て。めっちゃ匂う、ほらあれ、ちょっと待ってね。あれ、あっ、待って、めっちゃいい、こっちいい、こっち。え、もしかしてここあるんじゃね、あれが。うん、しかもクリーバーでいくよ。うん、スイッチだから。あ、スイッチだから大丈夫なんだっけ。多分行った、いくらかかるし、バコンってなった。え、スポナーある説。いやー、でも帽子だしな、ね、だってこんなに一気に。そう、じゃない。お、エンダーマン。ガチやん。おーね、なんで取るんだよ。私がどうしたの、スッって。あれ、これ水の方登ってけばいいのかな。で、マジで方向音痴なんだけど、助けて。もうやばい。あっ、あ、ダイヤダイヤダイヤ。うん、え、来て、待ってね。本当だ、見つけた、分かった。あ、ちょっと待ってじゃん。うん、え、あ、待って、松明。待って、あ、行った。ね、危ないって。何、殺す気、本当に。違う。めっちゃ何回殴ったと思う、本当に。これあげる。いや、ないな。え、ダイヤ、え、めっちゃあるじゃん。ねえ、めっちゃでもないか。いや、行ったねえ、本当にさ。スケルトンない。え、スケルトンなの。あ、本当だ。もうさ、全部攻撃クラブのあのあれかと思った。イエーイ、やったー。ダイヤだって今何個持ってる？4。あ、私も4個。あ、じゃあツラ使えるの2個。2個分のツラハシ、いいじゃん。ほら、来てよかったじゃん、こっち。え、じゃあどっち行くか、あとは。一旦捧げて戻るけど。戻ろうか、一回。もう欲張りは良くない。取っちゃう。いやー、やっぱ来てみるもんだよ、気になったらね。ちょっと一旦今日の動画はこの辺にしとこうかな。あー、我が家が見えてきた。愛しの我が家。どうもありがとうございました。今日は本当に、ちょっとね、あそこのね、地下ね、広い、地下じゃないや、洞窟ね、
あそこの洞窟広いからまたちょっとあの洞窟探検同じところ見てないところたくさんあるんで行きたいと思います。よろしくお願いします。うん、お願いします。で、今回収穫したものをねチェストの中に入れたので見ていきたいと思います。これだね、いくよ、じゃん。おお、え、ダイヤ全部で9個、しかもエンダーパールも手に入ったしね、結構レアでしょ。で、鉄不足だったけど鉄もたくさんあるし、あとあれね、レッドストーンもねめっちゃあるね。使い道よくわからんけど、うん、え、結構いいんじゃないかなと思います。あの初めてのあの本格的なね洞窟探検にしては。はい、ということでね、今回弟とね洞窟探検行ってきました。たくさんね、あの本当にダイヤモンドが 1,2 個取れたらいいかなと思ったんですけど、え、もう9個も取れちゃってね、もう運がいいなと思います。ありがとうございました。ちょっとね、またね、あの次回かどうかわかんないんですけど、洞窟探検ね、あの弟と一緒にやっていきたいと思います。その都度よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では明日も一日頑張りましょう。タマでした。あ、バイバーイ。